スちゃん。こんにちは。前にエアサッシャの動画出したんですけれども、まあ、ボタンとか操作の方法をもうちょっと知りたいなと思いましたので撮影してきました。ご覧ください。あ、今撮りました、はい。まあ、リフトアクセルっていうのがついてて、でタイヤの、まあ、前と後ろを、まあ、上げるようになってるんですけど、で、後ろこの真ん中だけが設置してて、この2個が上がってる状態っていうのはここのタイヤだけで走行してるんで、このタイヤに勝手に荷重が軸重違反にならない範囲の時にタイヤがこう上がる状態になってます。で、このスイッチでこれ操作するとこの前と後ろのタイヤが降りて、まあ、三軸が設置している状態になります。操作します。なるんですけど、こう荷物を積んでて軸重違反になる重量に達した時にこの前と後ろの軸が降りてきて三軸になる感じですね。でまた荷物を下ろして空になったらこれをこっち側にしておくとタイヤがこう上がって、で真ん中だけが設置するっていう状態になります。それ今上がりました。これって今真ん中だけ上げておくと、うん、やっぱり加速とかブレーキって違いはあるんですか？これだからブレーキがこの3箇所に付いてるんで、この真ん中だけだとやっぱブレーキが多少効かない感じがしますね。だってやっぱ走り的には、まあ、ここだけ設置してる方がやっぱまあ多少軽い感じがしますよね。雨の日とかは、まあ、できたら3個付いてた方が、まあ、安定感、ブレーキの安定感っていうのはあるんじゃないのかなって思いますね。ちなみに雪山みたいなところを走るときって荷物積んでない場合はどちらの方がいいんですか？走りやすいのは。まあ雪の量にもよりますけど、一軸だけの方が、まあ、ここに荷重が集中するんで、まあいいっていう考えもまあありますよね。へえ。場所とまあ走り方によると思いますけど、うん、まあ、そんな感じかな。ボタンの部分ってどんな風になってるのかちょっと知りたいですけど。これはだからこっちだと自動で上げ下げ勝手にしてくれるモード で、はい、でこっちにすると強制下げ、下げ上げて下がって、もう問答無用で下げる、そう強制下げ、下げるのはこっち、でこっちにすると上げなんだけど、重量を積んでるときはこの状態にしてても上がらないんで、重量が空になった、まあ、6トン以下になったときにセンサーが、自分で判断してこうタイヤが上がるような感じですね。実際にこう測ってやってるわけじゃないし、例えば前にこう6トンドンって積めばまあ上がりますけど、後ろに6トン積んだら上がんなかったりとかすることもありますね。だから一概にこう6トン積んだからどうこうってわけでもなくて、ちゃんと軸重違反にならない範囲で動くようになってますね。ある程度条件を満たしたら上がるか下がるかで、なんかどのタイヤが下がる、一部だけ下がるってのは基本ないんですよね。条件基本的には前後ですね。あ、もう前後同時に、うん、そう。あのレバーってどんな感じなんですか？このなんか真ん中になってますけど。あ、これはだからその、まあ、まあ通常はまあ走行状態なんですけど、これ動かすと、まあ車高が全下げになったりとか、先ほどの調整加工とはちょっと違うんですか？いや、これはだから基本的には走るときはこういう風にしない、全部下がるんで。おお。だこう姿勢をこう後ろをこう下ろしたいときにまあ使うんだけど、まあ、基本的には使わないですよね。まあ、整備のときとかに使うのかな。なんか気持ちやっぱりこう後ろの方が下がる感じになってますよね。そう、だからもう本当車高がこう下がってるんで、純粋に運転手としては使うことはもうほぼない、うん、真ん中走行っていうのが真ん中なんで、まあ、ありがとうございます。おお。
曽さん、はい、ちょっと質問があるんですけれども、はい、エアサス車と普通の車って何かこう挙動とか動きの違いってあるんですか？エアサス車とあのトレーラーのこと？ええ、ああ全然違うよ。エアサス車っていうのは、微振動、要はトレーラーってね、振動がずっとしてるわけよ。微振動ディーっていう微振動をしてるんだけど、それを、エアサスだと吸収してくれる。だから微振動によって荷物が崩れる危険性が低いっていうのがあるね。あの大型トラックって結構エアサス車が多いんだけど、それはその崩れやすい、要は微振動とかこういう揺れに対して弱いものを守るためにエアサス車にしてんだけど、対してエアサスじゃない車は何で必要なのかっていう話になってくるんだけど、実はエアサス車とその、エアサスじゃない車には大きな違いがあって、大きな揺れ、じゃあ例えばこう走ってて急ブレーキ踏んだっていう時っていうのは大きくこれもこうやって動いちゃうね。エアサスの分グーってこういう動きをする。でまた左右も例えばデコボコがこういう風にずっと連続するようなところが例えばあるとすると、こういう風にグングンって動く。あ、船に乗ってるみたいな感覚。へー。エアサス車っていうのは船に乗ってるような感覚の、板バネ車っていうのは微振動はずっとするだけど、縦とか横で大きく例えば急ブレーキガーンって踏んだ時とかの、揺れに対してっていうのはそのまんまだから。じゃああれなんですね、急ブレーキとかした場合にやっぱり挙動は変わってくるってことですか？うん、全然違うと思うよ。まあ、うちの車でエアサス車2台あるけど、まあ、多分撮影見てみればいいんじゃない？ちょっとお願いして聞いてみます。あ、そうだね、それはまあ見てみて面白いかも。うん、今回は自分が気になったエアサスの動画の方いろいろ撮ってきました。最後にあのこのブレーキの違いについて追加で撮ったんですけれども、まあ、あのエアサス車の方がこう大きく揺れるっていうところが動き的に見れたんですごく驚きましたし、まあ、いい動画になったのかなと思います。この動画良いと思ったらあのチャンネル登録高評価よろしくお願いします。